ジェラート買います。あ、ピスタチオ美味しい。かわいいです。今からね、ロンドンバスカフェでジェラートを食べたいと思います。ジェラート楽しみですか？楽しみです。イエーイ。ちょっと雨降ってきたけど中で食べます。レッツゴー。じゃじゃーん。ここがロンドンバスカフェです。サンセットロード沿いにあるロンドンバスのカフェ、 SNS 映えするフォトスポットとしても人気です。じゃじゃーん。あ、ここかな。あそこの中入れるかな。多分中でも食べれる。かわいい。こんなところに真っ赤なバス、かわいくない？かわいいです。かわいいね。オープン。これどこで買うとか。バスです。ジェラート買います。本日のジェラートはこんな感じ。どれにしようかな。なんかどれも美味しそうよね。どれか決まったらここで注文します。男の人もね、買いに来とったっちゃけど、バスの中に入らずに自分の車の中でジェラート食べたりしてました。ジェラートを受け取ったらバスの2階に上がります。バスの中にね、年間ジェラートのメニュー表もあったよ。美味しそう。めっちゃいっぱいない？どれも気になるやつばっか。雨です雨ですけど、ピスタチオとレモンミルクにしました。はい、今回何を選んだかというと、ピスタチオとレモンミルクのダブルにしました。目の前は海です。雨やけどね。こっちはね、まなみが頼んだチョコミント。みんなもね、チョコミント迷ったっちゃけど、これはシングルです。いただきます。あ、ピスタチオ美味しい。チョコミント好きな人とさ、分かれるよね。うん、美味しい。うわ、なんか味濃くて美味しい。あ、ピスタチオがマジで美味しい。ほら、美味しいばい。けどさ、なんかさ、海眺めながらさ、アイスをこう食べるっていうのもいいやん。これ、マナって悪とかやなね、もともと。ここが怖くて。あー、これはレモンミルクです。うんうん。バスの中はこんな感じ。今日誰もいません。目の前はこんな感じで景色が見えます。ちょっと今日雨やけんね。雨降ってきた。なんかなんとなくさ、あれが分かってきたよね。道、道なりっていうか、全部やっぱさ、道なりにあるじゃない。トウモロコシとかすごくない？あ、でもね、リナね、ラムレーズンも好きやね。好き？あ、バナナも絶対美味しいね。じゃがいもとかある。どんな味？想像がつかないってどれかな。あ、見て、新米、米。想像つかんだけど、どういう感じ？でもなんか、ただ米が取れそうな甘い。米の味でアイスってさ、不思議じゃない？あとなんか、まあそうね、大体想像はつくかな。意外とトマトとかも美味しそう。トマト好きな人とかはいらっしゃるね。うん。これはダブルで500円でした。シングルは450円でした。完食、ごちそうさまでした。糸さいさいに着きました。今日は糸さいさいで締めくくりたいと思います。糸さいさいに到着。じゃじゃーん。ここが糸さいさい。糸島さんであることにこだわった品揃えが豊富な店舗です。食材とか買うのにね、人気なスポットです。はーい、糸さいさい行ってきました。糸さいさい行って帰ってます。糸さいさいで何を買ったかっていうと、天然水です。あのね、結構ね、野菜とかお肉
結構もう売り切れとったね。ということで糸島旅、今回はここまで。いかがだったでしょうか。これからもこのチャンネルでは博多弁講座とか福岡のこととか発信していきますので、よろしくお願いします。はい、まなみ感想を教えてください。いいお天気で雨やったんか途中で。今ね晴れてきよう。帰りがけ晴れてきてます。いいお天気になってきてます。いいお天気でランチ美味しかったし、あとは印象的なのはやっぱりインスタ映えスポット面白くなかった。面白かった。ブランコとかあそこの何だっけ、自販群です。もう忘れてる。なんか自販群です。ジングルベルみたいな。何だっけ、ネタジンバルクか。惜しいけど違います。自販群です。あのインスタ映えスポットが面白かったのと、ピスタチオのアイスが美味しかったのと、やっぱランチがね、あの気分がめっちゃいいね。あのテラス席で気分最高って感じで、福岡に旅行に来た人とか、なかなかあそこはね車じゃないと行きにくいんだけど、一応行けるとかいいな。バスは一応バスもあるみたい。移動するのがね、移動するのが結構大変かもしれんけ、まあレンタカー借りるっていうのがもうザ・糸島を堪能するってなったらそっちの方がいいかもしれない。そんなこんなでこういうスポットもあります。もうねお店はねもっといっぱいある、たくさん新しいお店とかもあったり、今回はこんな感じでご案内しました。冬はかき小屋行きたい。糸島かき小屋もねあるけんね、またね冬とかも行きたいなとか思ってます。それではみんなまた会おう。バイバーイ。りなじょうでした。福岡大好き博多。